どうもニューレディの肉の工事肉用でございます。私は今どこにいるのか分かりますよね。もうサムネ見てるんで、はい、今北陸鉄道石川線の野町駅を出発しましたということで、これからは北陸鉄道石川線の旅に出かけますということでですね、ちょっとこの日は曇りだったんですけども、なかなかね外が眩しい感じでね、またちょっとうっすら白がかってるんですけども、それもちょっとねぼやけてるぐらいがね、景色も助走もね綺麗だっていうことで、ご了承いただければと思いますということで、今どんどんですね金沢のですね南の方、金沢駅から見て南の方にあるんですよね野町駅って。で、そこから南からこう一気にこうぐいーっとですね今西の方に動いています。はい、でまだこの辺りは金沢の住宅街ということでですね、住宅が広がってたり、あとはまあ駐車場がね今ありましたけども、そんな感じですね。野町駅っていうのは、まあ、近くにですね西茶屋街があるので有名ですよね。はい、なんか有名な茶屋街が金沢には3つあって、東茶屋街、西茶屋街、あとは和江町茶屋街、和江町なんか主景って書いて和江っていう、ね、なんか和江っていうとどうしてもギャランティックさん考えちゃうんですけど、まあそんなこと言ってる間に、あ、もう着いちゃう。はい、今止まった駅はこれがですね西泉駅という駅になりますね。西泉駅、西に泉ピン子さんの泉と書いて西泉駅なんですけども、まあ、この駅なんですけども、まああんまりですね特に言うことないんですけども、周辺にですね金沢高校っていう名前の高校があるんですよ。で、金沢高校とかっていうぐらいだから公立っぽい名前なんですけども、実は私立で甲子園とかにも出てる強い、スポーツとかに強い学校らしいですね。で、あとやっぱり石川県ってすごく相撲も盛んで、相撲部も強いみたいで、で、横綱の輪島さんって昔いたじゃないですか。ボクシングの輪島さんじゃないんですよ。関根勤さんがねよく真似してる輪島さんとは違って、大相撲の輪島博さんって、昔トンネルズさんの番組とかによく出てたんですけども、その輪島さんがこの金沢高校のご出身だけど、輪島さんは七尾市出身だそうです。何の情報なんでしょうね。住宅街なんですけども、もうなんかね畑とか川が出てきてますけども、今通った川は伏見川という川になりますね。伏見っていうとね、どうしてもね京都のね伏見の方を思い出しちゃうんですけどもね、なんか縁かゆかりかあるんですかね伏見川。ちなみにこの伏見川というのは犀川に通じる川ということになっておりましたということで、また次の駅に向かって電車はゆっくりと進んでいっていますけども、向こうの方に、私の車窓の奥の方に、高架が見えましたよね。あれがですね実はですね北陸本線ということらしいんですよ。で、今止まった駅がですね後ろバッツリですね駅名書いてあるんですけども、新西金沢駅という駅になります。新西金沢、新金沢か西金沢でいいんじゃないっていうふうに思ったんですけども、まあ北陸本線の駅、西金沢駅に隣接する駅で新西金沢っていう、なんか新加瀬大衆みたいな感じですよね。新西金沢、駅だそうです。で、この西金沢駅はこれ北陸本線で、私ね北陸本線について全然知らなかったんですけども、北陸本線って米原、滋賀県の米原からここを通り過ぎてですね、本来は直江津、この前ね除草産業ビューローで降りた直江津まで行っていたらしいんですよね。だけど新幹線が通ったじゃない、北陸新幹線、
北陸新幹線が通ってその並行するところは第三セクター化するみたいな感じになっちゃって、でそれでできたのが直江津の部分が、直江津から一振り渋りだっけ、なんかそういう風に言うところがですね、新潟県内が越後ときめき鉄道になって、で富山県内は愛の風富山鉄道で、石川県内は IR 石川鉄道という名前に変わって、金沢駅からは北陸鉄道、あの他北陸本線ということになっているんですけども、今度福井まで伸びるじゃないですか。ちょっとね、福井のね第三セクターの名前がちょっと私調べたんですけどやばいんです。なんていう名前かっていうと、ハピライン福井、ハピライン福井、福井県って独特なセンスとか言ってる間にもう今日は終わり、バイバーイ。